おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。現在、2章前編なんですが、1章で、お亡くなりになった、三島先生と、カイさんと、ジョー君が、今、交渉時間に、現れましたね。一人一人ちょっとお話を聞いていこうかと思うんですが、これは一体どういうことなんですか？はぁ、誰から話聞こうか。ちょっとじゃあ、カイさんからかな。うわぁ、びっくりしたー。やめてください。助けてください。移動しようとしたら地獄に落ちるになってる。ちょっと待ってよ。データは？あ、データ、ここだけちょっと、あ、セーブできない。なんでお話聞けるかと思ったやん。これ別にクリックもできない。どうしたらいいの？ジョー君、助けてよ。え？どういうこと？体を貫くって。え？話し合う体を貫くやめる。話し合うから、え？首を焼き切る。そういうことかよ。死に方選べってことかよ。やめて。話し合う手首を切り落とす、やめる。もう、この色合い、えげつね。人を不安にさせる色をすごい分かってるわ。いやー、これは、どうしよう。移動しよう。ちょっと地獄に落ちよっか。え？もうここが地獄だよって？移動できねんかい。もう地獄に落ちてたみたいですね、もうすでに。ちょっと。ちょっと誰も無理だって。無理だよ。話し合おう。話し合ってください。話してくれない。ジョー君、話し合ってよ。お願い、三島先生、話し合ってって。やだ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 。首を焼き切る。三島先生の首を焼き切る。にゃん。あ、起きたわ、サラ姉ちゃん。うなされてたにゃん。大丈夫は？いつの間にか、ロビーの机に突っ伏して寝ていたようだ。はぁ、嫌な夢や。なんでカイさんの手首を切り落とすか、ジョー君の体を貫くか、三島先生の首を焼き切るかの選択をすることでしか夢から覚めないんだよ。ひどいよ。僕、お水持ってくるにゃ。飲むといいわ。うわ、幻影二重刻だった。うえぇ、サラ、どうしてだよ。やめてやめてやめて。どうして助けてくれなかったんだ、サラ。もう嫌だ、こんなの。サラ姉ちゃん、お水持ってきたにゃ。ありがとう、銀。水を飲むと少し落ち着きを取り戻せた。ありがとう。怖い夢を見てたみたいだ。銀にこんな顔を見せちゃ不安にさせてしまう。笑顔を作らないと。無理しなくていいにゃ。銀、プニッとした肉球が私の手に覆いかぶさった。一緒にいれば怖い夢も見ないわ。
安心して休んでいいにゃ。けど、銀、アトラクションは？そうやって他の人を先輩ばっかりしてるから疲れるにゃん。僕たちを信じて休めにゃ、サラ姉ちゃん。信じる、か。銀の言う通りだな。私たちはお互いの存在を手に感じながら休憩した。銀くんありがとな。一つ、二つ、三つ、十、何度数えてみても間違いない。クリアチップを集め切ったんだ。そっか、10個集めたか。もう安心だ。サブゲームを生き残ったんだ。終わるんだ。終わる？違う。また始まるんだ。メインゲームが。やった。また誰かが。死ぬ。嫌だ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 。気づけば寝ていた。死んだように、深く。起き上がれない。重力に押しつぶされるように、力が入らない。これまでの疲れが一気に来たのかな。みんなはクリアチップすべて集められたんだろうか。ふと目だけで部屋を見渡すと、え？何者かがいることが分かった。侵入してる誰かが、サラちゃんの部屋に。な、体が動かない。助け。誰にも見せてはいけない。誰だよ。あ、うん？これは？これホエミーじゃないか？この影、なんかホエミーみたいな見た目してるように見えるんだけどな。何者かは椅子の上をゴソゴソと荒らし、いつの間にか消えていた。な、ね、あ、そのまま意識失ったんかな？いや、あ、慌てて立ち上がると、とても体が軽かった。死んだように眠っていた。なんかあるね。なんだいこれ。ひとまずセーブしましょうか。はい。じゃあ調べますか、これ。何ですかこれ。椅子の上に何かが置いてある。なんだこれ。4枚組の紙を手に入れた。なんか誰にも見られてはいけない、誰にも見せてはいけないって言ってたよね。これ見覚えがある。おお、あ、これや、バリバリに破られてたメモ帳の全部ってことか。これもしかして私たちの名簿。指導員サラ、高校生 15.5%。 なんだこれ、パーセント。車田直道、ボクサー 9.9%。 ほう。篠木刑事、元警察。元？刑事さん、今はおまわりさんじゃないってこと？あ？ 9.5%。8.8%、バーガーバーグ九太郎、野球選手。8.2%、早坂俊介、会社員。うわー、サラちゃんの名前で見えない。ちょっと、これ、見れるかな？ちゃんと。あ、当てた当てた。8.0%、木梨、京子、高校生。7.7%、やぶさめ、レコ、歌手。7.5%、つるしろ、まい。パン屋。はいはい。6.6%、やぶさめアリス、殺人犯。
5.3% 影山蘭丸高校生、4.9% 笹原めぐみ、警察官、3.0% 三島和美高校教員。待って、この笹原めぐみさんがさ、あれじゃね、あの、なおさんが見てた犠牲者のビデオの女の人だったりしない？違うかな？2.7% 木槌カンナ中学生、1.3% 伊武氏銀小学生、1.1% お宿ひなっこ中学生、0.0% 月見新、自営業。ほうほうほう。月見新って誰だ？なんかさ、あの、ランマルとか、あ、でも、めぐみも見たことあるな。とか、が、お酒飲めるリストのところに、いたの、あ、お酒飲めるリスト、飲めないリストのところに名前があったのを覚えてんだけど、さすがに過去の記憶すぎて他の人たち覚えてないな。なんか、直道とかもあったような気がするけど。でも、この人だけ 0.0% なの気になるね。なんだろうね。名前、職業、謎の数字。あれっていうか、あれ？三島先生、木槌かな？ジョー君と、ソウさんがないか？あと誰かない人か？あ、ナオちゃんもいないか？ナオちゃんもいないね。なんで、ないんだろう、その名前は。不思議だな。しかも、カンナちゃんのお姉ちゃんの名前もないね。見覚えがある。どうしたんだにゃ？この紙を見てくれ。私が手に入れたものだ。それね。な、この紙って。そうだ、この時もあったか、パーセンテージ。私全然気にしなかったな。あれ？あれれれ？え？あった？そのパーセンテージなんて。もう名前に聞い取られてて何にも気にしなかったかもしんねえ。こっちが銀の髪だ。似てるわ、そっくりわ。見てて、左の髪をどけて、私の持っている髪をつなげる。そうだよね。なつながったわ。メインゲームで銀が手に入れた髪と同じものだ。しかも切れ端じゃない。4枚組で16人の名前が。16人。1枚につき4人の名前だ。デスゲームの参加者は20人。そっか、そんなにいたのか。じゃあ何人名前がないのかちょっとわかんねえな。1枚足りない。あ、そういうことか。なるほどな。もう1枚あるはずなのか。そっか、ジョー君、ナオちゃん、ソウさん、あともう一人誰の名前がないのか。あ、木槌カンナちゃんのお姉ちゃんの名前の紙がないのか。ん？しかもこれ。来たー、これよ。そう。9.5%。篠木刑事。元警察官。元警察官。刑事さんは、警察を、やめている？何なんだ、この名簿は。誰が置いた？何を伝えようとしている？囚われてはいけない。これは罠かもしれない。落ち着くんだ。深呼吸をした。冷静になって、今の自分の状況に気がついた。こんな紙に構ってる場合じゃない。みんなはどこに？そうか、そうだよな。とりあえずクリアチップ集まってるんだもんね。みんなのところ行かないとな。まずセーブします。これ大丈夫かな？ジョー君の幻影濃度80もあるんだけど。ロビーには誰一人いない。そんな、みんな、どこですか？窓を見ると、朝日が眩しく目に入ってきた。今日は4日目だ。制限時間は過ぎたんだ。やれやれ、大したことなかったな。これ誰だ、アリスさんか？
北アリスさんだ。くだらないサブゲームはもう終わりか。アリスさん。どうしたチドウインサラ、驚いた顔をして。あ、よかった、刑事さんいた。おはよう、爽やかな朝だね。どこが爽やかなんだか。くそ、結局俺たちは脱出する手立てもないままでよ。まあまあ、まだこうして生きてるだけマシじゃないかな。カンナちゃん未だに目が死んでるけど大丈夫かな。陰キャのくせにしぶといわ、嫌な世の中にゃ。でも誰も犠牲にならずに済んだのは良かったです。本当に良かった。みんないるね。みんな、私たちは誰一人として欠けなかった。これは夢じゃない。私たちは誘拐犯の思惑通りにはならない。大丈夫か本当に。予想外だね。ゴキブリみたいにしぶといじゃんてめえら。あ、本当にみんなちゃんとクリアチップ集め切ったんだ、すげえ。舐めないで、ゴキブリよりしぶといのよ。はいはい、お見それしましたよ。正直一人くらいは死ぬと思ってたからね。まあいいや、てめえらには今からついてきてほしい場所がある。何、まさかもうメインゲームを。それはまだまだ、楽しみは最後に取っておかないと。てめえ、ほらてめえら後ろを向いてみなよ。え、うわー、外だと思っていた窓が人工だったんだね。やっぱり扉、いい仕掛けでしょ。あの先に来てほしいんだ。つーか、殺されたくなかったらついてきな。どうしましょう。大丈夫、おまわりさんたちはルール通りに攻略したんだ。無茶はしてこないはずだよ。仕方ないにゃん、ついていくわ。ついていくしかなさそうだな。あ、やめるになってるわ。違う違う、移動はここクリックするのかな。まだ時間ありそうですね。じゃあ行きますか。おい。部屋の中は薄暗く、ほとんど何も見えない。おそらくノエルは何かを企んでいる。覚悟を決めて進むしかない。だって他にどこにも行けなかったしね。進むしかないね。行くか。絶対生き残ろう。行こう。うるせえ、行こう。何ですか？集まったみたいだね。今ちゃら何の用があるにゃ？全員メダルを集め切ったんだ。文句ないはずぜよ。くだらねえゲーム終わりだ、クソ人形。いや、残念だけど、サブゲームはまだ終わりじゃない。え？結果発表だよ。みんな、メダルのバイバイゲームだってこと、忘れてない？なるほど。これまで交換して手に入れたメダルの数が。嫌な予感する。いや、今回さ、あんまりメダル集めてなかったから、私、サラちゃんメダルの数大丈夫かなって思ったけど、それよりも、メダルをあげたがっていた子がいたじゃないですか、ずっと。そして、二章の始まり方を私は忘れてません。助けてください。厳密には一度でも手にした他人のメダル、その総数をカウントしてるんだ。つまり受け取った後に失ったメダルの数も総数にカウントしてるよ。現時点で持ってなくてもいいってことか。そうだよ。信頼をメダルに置き換えたゲームって言ったでしょ。他人の手に渡った枚数、それが重要なんだ。だから当然自分自身のメダルをいくら持っててもカウントされません。さあ、
順位を発表するから並んでね。一番信頼された優秀な人間には、ある権利をプレゼントするよ。権利だと？さあ、行きましょう。栄えある第一位は、チャカチャカ。バーガーバーグ Q 太郎さんでーす。おめでとう。おはい、こちらへ並んで。あん、それでは、インタビューいいですか？貴さん、ふざけるんじゃねえがや。権利っちゅうのは、なんぜよ。ノリ悪いなぁ。その説明は後だよ。1位以外商品もないので、順に発表していくからね。ジャカジャカ。そのジャカジャカうるさいの何？邪魔しないでよ、ハンナキ。あなたがリハ通りにやれって言ったんじゃないですか。上位3名を発表しまーす。木槌カンナ。私？やぶさめアリス。ほう。日よりそうでーす。接戦だったね。いい順位じゃないか。人生で1位とか取ったことなさそうな反応だね。続いてど真ん中、ド平凡だった人は、しのぎ刑事さんでーす。いやー、ギリギリで踏みとどまったね。へえ、意外と信頼された方だね。あとの劣等生は、地道院サラ、ヤブサメレコ、絵心なおの三バカ娘でーす。誰がバカだ？遊びじゃねえんだぞ。はいはい、三バカはこっちに集まって。最下位の発表でーす。最下位はなんとー、あー、銀くんじゃん。もう一人しかいないじゃん。いぶし銀くんでーす。ビリッケツでしたね、最低。ビリって言い方やめろわ。ムカつくにゃん。てめえ、ゼロ枚じゃん。誰からもメダルをもらわなかったみたいだね。あんなお金のやりとりみたいなこと、したくないにゃん。意地っ張りだな。負けて悔しくないのか、現代っ子は。まあいいや、記念写真撮るよ。並んで。付き合いきれない。ノエルは遊んでいるのか。なんだか、嫌な予感が、する。わかる。サラちゃんわかるよ。私もめちゃくちゃ嫌な予感がしてるよ。並んだね。はい、にっこり笑って。はぁ、なにこれ！あぁ、ちゃんとハンナキーの足元に、にゃーちゃんぬいぐるみがある。なんだこりゃ、一体何の真似だ。動けないわ。銀、キュー太郎さん。ノエル、二人を離せ。さもないと。やだよ。やだよ。ええ。なんだこの檻。そこでじっとしててね。出してください。ノエル、何しやがる。みんなを離せ。まさかまだ何かさせる気なんですか。はいはい、うるさい三バカ娘は鑑賞室で見守っててくださいね。え、おおおおおおお、発火。なんだこれは。高い、地面がせり上がったんです。頑張ったご褒美だよ。特別に招待してあげたんだ。よかったね。何が鑑賞室だ。てめえ、ふざけんなよ、ノエル。叫んでないでよく聞いて。そろそろルールの説明をするよ。ルールだって。最後のアトラクション、最低の間、その説明をね。
今最優秀者九太郎と最下位銀が背中合わせに的にくくりつけてあるね。これからタイマーが作動する。タイマーがゼロになると機械が作動して最下位の銀を狙って毒針が発射されるんだ。いやもう無理すぎて今サブエボが立ちました。いやだよー、もうなんでこうさー、なんでなのよ。死んでほしくないって言ってた人たちからなんでこんな危険にさらされていくんだよ。やめてくれ本当にマジで。うー、銀くん、でもこれまだルール説明の途中だから銀くんが助かる手段もあるかもしれません。リクトウオオサソリの毒はとても強力でね、とっても苦しんで死んじゃうんだ。嘘だにゃ、なんでわ、僕はお星様10個集めたにゃ。誰からも信頼を得られなかった最下位の人間にペナルティを課すのは当然さ。いやー、銀くんは信頼してなかった、されなかったわけじゃないんだよ。みんなにメダル配ってただけなんだよ。聞いてない、そんな話一度も。あははは、ごめんね。そんな、そんな、くそ、くそ、こんなのただの処刑じゃねえか。しょうがないな。それじゃあ一つ救済措置を取ろう。最も信頼を集めた者が身代わりになるって申し出るなら助けてあげてもいいよ。九太郎、てめえの目の前には赤いスイッチがある。それを押せば的は180度回転し、毒針の標的はてめえに切り替わる。一番保身に走る九太郎さんがそうするとは思いにくいが、何か心境の変化があってほしいな。でもな、いや銀くんだったら一発で死ぬかもしれないけど、九太郎さんのガタイの良さだったらもうちょっと持つかもしれないじゃん。でそこで解毒剤とかをこう秒で取りに行ったらなんとかならん？解毒剤あるでしょ医務室に。どう？まさか貴さんが言ってた権利つんは。銀の身代わりになれる権利さ。自由にすればいいよ。そのスイッチは義務じゃない、権利だ。筋肉グリラ。それじゃあ始めようか。他のみんなはゆっくりとくつろいでいればいいよ。助けて、助けて、助けて、助けてくれにゃ、筋肉ゴリラ。どうしたらいいんだよ。救出方法、私たちで何かできることあんのか？うわぁ、左上にジョー君のアイコンがある。うわぁ、下にカイさんのアイコンもある。あの野郎、このまま終わるなんてどうもおかしいと思ったんだ。キン君、どうにかしないと。なになに？液晶が起動し始めた。タイマーが作動したんです。くそ、どうする？どうしたらいい？こんな高いところ、飛び降りるのは無理だ。何も、手出しできねえのかよ。今、私たちに何ができる？セーブします。九太郎さんにも死
んでほしくはないんだよな。九太郎さんがね、いい人なのはわかるんだよ。ただその自分のことをちょっと大事にしちゃうっていう、それはもう全然悪いことじゃないからさ、生き残りたいと思うのは当然だし、でも銀くんには死んでほしくないんだよ。なんか助けられる方法ないのかな。ちょっとそれ次回頑張って探していこうと思います。ではご視聴ありがとうございました。おつぴよです。